キッズゲームス。やっほー、チャンネル登録してね。いいねボタンもポチッと。やっほー、ソンソンだよ。クモリンだよ。突然だけどさ、クモリンは新幹線好き？大好き大好き。かっこいいよね。何の新幹線が一番好き？僕はね、ドクターイエローが好き。ドクターイエロー、かっこいいよね。だってバナナカラーだもん。そっちかい。あー、バナナ食べたいな。バナナは一回置いといて、今日はさ、マイクラでかっこいいドクターイエローを作ろうよ。これが僕が作ったドクターイエローだよ。ポイントはね、この青いラインだよ。でも、あんまりうまく作れなかったな。サンサン、僕もできたよ。見せて見せて。じゃーん、僕が作ったドクターイエローだよ。かっこいいでしょ。なにこれ。ドクターイエローだよ。全然違うよ。これじゃあ動物みたいだよ。完全にドクターイエローだもん。サンさんのと変わんないじゃん。いや、クモリンのと比べたら僕の方がかっこいいよ。絶対に僕のだよ。僕、ほらほら、それじゃあどっちがいいかわかんないでしょ。あ、つくも。二人とも、もっと上手に作れるようになりたくない？なりたい。私がアドバイスしてあげるから、もう一度作ってみましょう。わかった。それじゃあ早速作っていきましょう。バナナ作って書いて投稿すると、いいねやコメントもらえちゃう。遊ぼうサンサンキッズ。教えていくわよ。クモリン、どっか行っちゃったよ。クモリンにもこの後教えに行くから大丈夫よ。わかった。じゃあつくも、よろしくお願いします。まずは土台を作っていくわよ。これって電車の床の部分？正解。これがしっかりしてないとかっこいい電車にならないのよ。大きくてしっかりした土台にしなきゃね。ここからは電車の先頭部分を作っていくわよ。僕、電車の先頭大好き。先頭は電車の顔だから、かっこよくしましょう。鼻はガラスを使って、目は木のトラップドアというのを使うわよ。これを使うと、うわー、すごーい、目になった。これだけでもかなり電車っぽくなるのよ。さっきのとは大違いだ。さあ、この勢いで先頭部分を作っていくわよ。おー、先頭部分が出来上がったわよ。やったー、ガラスで作ったところがいいね。ここは運転席の窓で、中から外がちゃんと見えるわよ。運転手さんになった気分だよ。ここからは屋根や壁を作って電車の形にしていくわ。最初の床を作った時みたいにすればいいの？だんだん分かってきたわね、サンさん。一番前から後ろまでブロックを並べていってね。ドクターイエローの特徴でもある青いラインも同じように作っていくわよ。やっぱりこの青いのがかっこいいよね。ところで、サンさんはドクターイエローがどういう電車か知ってるかしら？僕乗ったことないんだよね。ドクターイエローは普通の人は乗れないのよ。そうなの？ドクターイエローはね、他の新幹線とは違う目的で作られたのよ。ドクターってことはお医者さん？お、いいところに目をつけたわね。ドクターイエローはね、線路などをチェックする新幹線なのよ。そうなんだ。だから新幹線のお医者さんって呼ばれてるの。見た目がかっこいいだけじゃないんだね。そんなこんなで窓とドアができてきたわよ。ガラスで窓を作って、ドアは木のドアだね。どんどん完成に近づいてきたわ。できた。こ
これで電車の壁は完成よ。次は電車の後ろの顔を作るんだけど、先頭と同じように作るの。僕一人で作ってみるね。つくぼー、見て見て。よくできました。さっきと比べたらすごく成長した感じがするよ。サンさんが頑張ったからかしらね。あとは何をすればいいの？最後に車輪を作りましょう。車輪は3種類の石を使うわ。レンガのブロックとハーフブロック、あとはこの石臼よ。石臼？石臼ってあの石臼？餅つきするやつじゃないわよ。マイクラの石臼は道具を修理する道具よ。これが車輪になるの？この3つをうまく組み合わせると車輪に見えるのよ。うわー、本当に車輪だね。反対も同じように作ってね。私はクモリの方に行ってくるわね。うん、わかった。よし、頑張るぞ。できたできた。そうだ、せっかくだし電車の中も作ってみよう。この階段のブロックを座席代わりにしようっと。通路のスペースを空けておくのがポイントだね。これ見たらつくぼ驚いてくれるかな。サンサン、できたから来て。今行くよ。じゃーん。どういうこと？最強のバナナだよ。お題はドクターイエローだよ。そうだっけ。おやつのこと考えてたらついバナナを作っちゃったよ。なんでやねん。つくぼ、これはどういうこと？私が来た時にはもう大きいバナナがあったわ。サンさん、美味しそうでしょ。もうなんて言えばいいかわかんないよ。じゃあサンさんが作ったのを見に行きましょう。行こう行こう、楽しみ。じゃあ行くよ。3、2、1、じゃーん。わー、すごいすごい、ドクターイエローだ。すごいでしょ。僕頑張ったんだ。かっこいい。顔の部分とかすごいね。サンさん頑張ったもんね。うん、でもつくものおかげだよ。ありがとう。実はね、つくもに内緒で作ったものがあるんだ。何かしら。中にお入りください。いつの間に？そうだよ、せっかくだから座席も並べたんだ。すごいじゃないサンさん。つくも驚かせたかったんだ。すごく驚いたわ。くもりん、座席に座っておやつ食べよう。うん、おいしいねサンさん。ドクターイエローで食べるおやつは格別だね。あれ、クモリンはまだ来てないみたいだけど。助けてー。あ、この声は。助けてー。ピンクのハギーワギーに追いかけられてる。って、なんで僕たちも追いかけられてるの。僕にもわかんないよ。なんとか逃げ切れたね。僕、もう走れない。ところで、なんで追いかけられてたの。僕にもよくわからないんだけど、今日は何して遊ぼうかな。あれ、あの人誰だろう。僕を呼んでるみたいだけど、もしかしてバナナくれるのかな。うん、薬？なんだ、バナナじゃないのか。で、あれ、いなくなってる。とりあえず交番に届けた方がいいよね。この辺に確か交番が。周りの人が自分のことを大好きになっちゃう薬だよ。転んだ時に瓶が割れて薬がクモリにかかっちゃったんだね。でも
僕とプリルが薬の効果を受けてないのはどうして？薬を使った時に周りにいた人に効果があるみたい。その時いたピンクのハギーワギーがクモリンを大好きになって追いかけてきたってことだね。それって何度かならないの？噂では24時間経てば薬の効果は切れるらしいよ。それじゃあ24時間クモリンを守りきるぞ。うん、僕が24時間逃げ切れるようにいいねで応援して。ここもいつ見つかるかわからないし移動しないとね。でも移動してる途中で見つかるかも。あ、いいこと思いついた。なになに？これでクモリンってバレずに移動できるよ。名付けてかぼちゃで顔隠し作戦。ナイスアイディアだね。あ、頭重い。頑張ってクモリン。前がよく見えにゃい。あ、ピンクのハギーワギーだ。クモリンって気づいてないみたいだね。作戦成功だ。いてっいてっ。もうかぶりながら歩くなんて無理だよ。あ、わー、こっちに来ないで。外しちゃダメって言ったのに。だって歩きにくかったんだもん。なんとか逃げ切れたかな。別の作戦を考えないとね。バナナをおとりにする作戦とかどうかな。クモリンしか引っかからないよ。そうだ、いいこと思いついた。おいしょおいしょ。なるほど、地面の下を掘って移動すれば見つからないね。ところでどこまで掘ればいいの？とりあえず町の外まで掘りまくろう。そりゃ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 。もうそろそろ地上に出てみようか。そうだね、よいしょっと。あれ、ここって学校？町の外じゃなかったの？思ったより掘れてなかったんだね。それにもう夜になってるね。僕もうクタクタ。これ以上移動は難しそうだし今日は学校で泊まろっか。それが良さそうだね。ねえ、思ったんだけど寝てる間にクモリンが襲われたらどうしよう。確かに。そしたらクモリン寝てる間僕とプリルで安全確認するのはどう？それがいいかも。それじゃ早速パトロール行こっか。二人ともありがとう。クモリンが安心して眠れるように頑張るぞ。むにゃむにゃ。あれ、ここの子だろう。あれはバナナだ。それじゃいただきます。お、ピンクの足。クモリン起きてたの？なんか怖い夢を見て起きちゃったんだよね。そうなんだ。とりあえず学校は問題はなさそうだったから僕たちも寝るね。それじゃあおやすみ。おやすみ。トイレ行きたくなっちゃった。一人でトイレ行くの怖いな。あれ、ハギーワギーだ。逃げろ。とりあえずあそこの部屋に逃げ込もう。あれ、開かない。わわわわわわ、もう終わりだ。あれ、ドアが開いた。とりあえずここに入ろう。うん、危なかった。で、わー、またハギーワギーだ。あれ、何もしてこない。それに青いハギーワギーだ。もしかしてドアを開けてくれたの？あ、いなくなっちゃった。ありがとう。クモリンどこに行っちゃったんだろう。とりあえず探しに行った。ただいま。クモリン、どこに行ってたの？いろいろあってずんと隠れてたんだ。無事でよかった。ハギワギだ。わわわわわわ、逃げないと。でもこっちに来ないね。もしかして薬の効果が切れたのかな。ということは僕助かったの？よかったね、クモリン。あれ、ハギーワギーの手に何か持ってない？あれってバナナ？バナナ？どうしてバナナを持ってるんだろう。もしかして大好きになったクモリンにバナナをプレゼントしようとしてたんじゃない？何ですと？クモリンを追いかけていたのってバナナを渡そうとしてたからなんだね。ちょっとハギーワギーからバナナもらってくる。薬の効果は切れたからもう遅いと思うよ。そうだ、今からでもバナナください。ちなみにピンクのハギーワギーの名前は
キシーミシーっていうらしいよ。今日は公園で遊ぶよ。クモリンは先にいるみたいだよ。到着。あ、あそこに誰か倒れてる。助けに行かないと。うん、あれってクモリン。大丈夫クモリン。うん、お腹が、お腹が、お腹が空いたの。違うよ、お腹が痛い。すぐに病院に連れて行かないと。そうだね。お医者さんが最近流行ってる謎のウイルスのせいかもしれないって。謎のウイルス？そのウイルスにかかるとお腹が痛くなるんだって。何か心当たりはある？くもりん。そういえばたった今お腹空いた、バナナ食べよう。まだ治す方法が分かってないみたい。じゃあ僕どうなっちゃうの？そうだ、私たちで治しちゃおうよ。僕たちで？でもどうやって？それはね、じゃじゃーん、体を小さくする機械だよ。こんな機械いつの間に？もしかして小さくなって体の中に入るんだよ。それはちょっと怖いよ。にいてて。そんなこと言ってる場合じゃないよ。早く機械に入って。やるしかないみたいだね。それじゃスイッチオン。わわわわ、目が回る。うあ、本当に小さくなってる。二人とも小さくなっちゃった。クモリンが大きく見えるね。小さくなったから戦うための道具や薬を持たないとね。それじゃ体の中に行くよ。二人とも気をつけてね。それ無事に入れたけど、なんだか洞窟みたいだね。あ、聞こえる？くもりん。聞こえるよ。通信機でくもりんと話せるようにしといたよ。それじゃあ今から進むから、くもりんは動かないようにね。了解。みんな、クモリンを助けられるようにいいねで応援して。体の中ってなんだか迷路みたいだね。まずは肺を調べてみよう。はい。吸った空気を入れるところだね。見たところ問題はなさそうだけど。クモリン、どこら辺が痛かった？お腹の下だったかな。そしたらもう少し下に行ってみよう。何か見えてきたよ。ここは胃袋かな。消化液で池みたいになってるね。泳いでいくのはやめといた方が良さそうだね。クモリンに消化されちゃったら大変だもんね。二人を消化なんてしたくないよ。でもどうやって進もうか。食べ物の上をジャンプしていけそうじゃない？確かに、それで行ってみよう。それ、そりゃ滑って落ちたら消化液にドボンだね。おっとっと、よいしょ。絶対に落ちないでね。これで最後っと。やった、食べ物がいっぱい浮いててよかった。クモリンの食いしん坊が役に立ったね。それほどでも。褒めてないよ。よし、先に進もう。なんだかまたお腹が。クモリン、痛かった。でも今は少し痛くなくなったかな。もしかしたらウイルスが暴れる時に痛くなるのかも。そしたらまた暴れ始める前にやっつけないと。あそこ見て。あれってもしかして謎のウイルスかも。見つけたの？早く
が倒せたかな。お疲れさんさん、クモリン、お腹はどう？まだ少し痛いかも。まだ他にもウイルスがいるのかもしれないね。さらに奥に進んでみよう。ちょうどここがお腹の下の場所だよ。クモリンが痛いって言ってたところだね。サンさん、あそこ。なんかさっきのウイルスと見た目が違うね。増えてる。あのウイルスのボスが増やしてるのかも。じゃあボスを倒さないと増え続けるってこと？でもボスを倒せば解決ってことだよね。これ以上増える前にやっつけなきゃ。まずは増えた分のウイルスを。それそりゃ、これでラスト。よし、残りはボスだけだよ。こんな時こそ持ってきた薬を。って、これ薬がない。え、サンさん、薬忘れてきたの？確かに持ってきたけど、あの時落としちゃったんだ。そにゃん、どうするの。剣じゃ勝てなさそうだし、ここはひとまず逃げよう。わーん、追ってきてるよ。ここまで来れば。え、まだついてきてるの？しかも消化液の中泳いでるよ。あんなのどうやって倒せば。あ、どうしたの、サンさん。さっき落としたはずの薬があったよ。ニャンニストン、どうしてこんなところに落ちてるの。薬を落とした後すごく揺れたからここまで転がってきたのかも。すごい、ラッキーだね。この薬を消化液に。それ動きが止まった。効いてるみたい。よっ、やったー、倒せたの。やったー。これでウイルスが増えることもないよね。クモリ、お腹は痛くない？今は全然痛くないよ。ということはこれで治療完了だね。無事に終わってよかった。それじゃあ体の外に出よう。せっかくだし、クモリンの体の中もう少し探検してみない？やめてよ。無事治療が終わってよかったね。お腹の調子も絶好調。お医者さんがもうお家に帰っても大丈夫だって。本当に？やった。二人ともありがとね。今度から手洗いうがいをちゃんとしようね。はい。なんだか治ったらお腹空いてきちゃった。バナナ食べよーっと。いただきます。あ、手洗いうがいは？あ、忘れてた。またお腹痛くなっちゃうでしょうが。そうだ、手洗いうがいは忘れずに。今日は何しようかな。で、うわー、なに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 、あれ飛んでっちゃった。あんなにキラキラした黄金のカブトムシ初めて見たよ。あのカブトムシ絶対捕まえてやる。あ、そうだ、サンさんも見たことあるかな。聞きに行ってみよう。サンさんどうしたの、クモリン。あのねさっきあっちの方で黄金のカブトムシを見つけたんだ。黄金のカブトムシ？サンさんは見たことない？見たことないかな。そっか、捕まえたかったのにな。ねえねえ、二人とも、伝説のカブトムシって知ってる？伝説のカブトムシ？どんなの？伝説のカブトムシはね、普段はお空の上に住んでいて、100年に1回24時間だけ地上に現れるの。そんなカブトムシがいるの？超レアじゃん。体はキラキラと輝く黄金色、黄金のカブトムシとも呼ばれるみたい。さっきクモリンが見たカブトムシじゃない？え、クモリン見たの？さっき黄金のカブトムシ見たんだ。すぐ逃げちゃったけど。それ多分伝説のカブトムシだよ。だって今日が100年に一度の日だもん。クモリンがさっき見つけたってことはまだ近くにいるかもしれないね。みんなで捕まえに行こうよ。そうだね、24時間以内に見つけ出さないと。伝説のカブトムシ見てみたいよってお友達はいいねを押してね。
話によると森のどこかに伝説のカブトムシの巣の入り口があって、巣の中には黄金の木や黄金の果物がたくさんあるらしいよ。黄金の果物ってことは黄金のバナナもあるのかな。あったら持って帰ろう。持ち帰るのは黄金のバナナじゃなくて伝説のカブトムシでしょ。あ、そうだった。でもさ、森って言ってもいろんな森があるよね。確かに。奥に白川、ジャングル、他にもたくさんあるし、全部探すのは大変かも。どうやって探したらいいの？とりあえずクモリンが見つけた場所の近くの森を探してみようよ。そうだね。オッケー。あれれ、見つからない。こっちはいないの？いないか。ここはどうだろう。いなさそうだね。みんなどうだった？いなかった。こっちも見つからなかったよ。そっか。じゃあもう少しだけ探してみて、いなかったら帰ろっか。そうだね。絶対見つけてやる。お友達のみんなもいいねを押して応援してね。ここに黄金のバナナあります。いかがですか？そんなので寄ってきたら苦労しないよ。何しとん。嘘は良くないよ、くもりん。そんな。はぁ、僕もう疲れた。結構歩いたもんね。一休み一休み。うん、なんかバナナの匂いがする。バナナの匂い？どこどこ？待って、これ伝説のカブトムシが通った木だ。え、どういうこと？伝説のカブトムシが木の蜜を吸うと、吸ったところがキラキラ輝くの。ということは、この先に伝説のカブトムシが。近くにも何本か吸った跡があるみたいだし、これをたどっていけば巣の入り口が見つかるかも。行くぞ。おお、見つけた。ここが入り口か。はあ、やっと追いついた。あ、ジャンさんどこ行ってたの？ほらほら、みんな早く入ろうよ。うわー、綺麗な場所だね。すごい、どこを見てもキラキラしてる。本当にあるんだね、こんなところ。伝説のカブトムシはどこにいるの？探してみよう。あ、いた。本当だ。これが伝説のカブトムシか。やっぱり僕が朝に見たカブトムシと一緒だよ。もしかしたらここに来る途中だったのかもね。クモリン天才です。天才は関係ないでしょ。そうだ、早く捕まえないとだよ。あれ、どうしたの、サンサン。あの幸せそうなカブトムシの顔を見て、なんか楽しそうだね。100年に一度しかここに来れないから、カブトムシにとってはすごく特別な場所なんだよね。確かに。僕たちがここで捕まえちゃったらさ、せっかくの幸せな時間も場所も奪っちゃうことになるって思って。確かにそうかも。だからやっぱり捕まえるのやめない。え、でもまたこの日が来たら会いに来るのはどうかな。そっか、それもいいね。次来る時はお友達みんな連れてこようよ。そうしよう。賛成賛成。伝説のカブトムシに会ってみたいと思ったお友達はいいねを押してね。他にもやってほしいことがあったら LINE で教えてね。また会おうね。伝説のカブトムシ元気でね。次来るときは黄金のバナナ100個持ってきてください。お願いします。何言ってるの、クモリン。変なお願い事するな。そうだ、神様お願いします。
キッズゲームス。やっほー、チャンネル登録